QR コード詐欺とは、詐欺は様々あり、手口も巧妙になってきている。QR コード詐欺について詳しく説明します。QR コード詐欺とは、悪意のある QR コードを読み取らせることで、個人情報や金銭を騙し取る詐欺のことです。具体的な手口としては、偽のウェブサイトへの誘導です。正規のサイトとそっくりな偽のウェブサイトに誘導し、そこで個人情報やクレジットカード情報を不正に入力させます。以前だと URL の表示でしたので、アドレスを見てある程度判断できました。不正なアプリのインストールにも関与しています。悪意のあるアプリをインストールさせ、端末を乗っ取ったり、個人情報を盗んだりします。また、有料サービスへの不正登録を促し、有料サービスに勝手に登録させ、料金を請求します。金銭の振り込みにも関与しています。偽の振り込み先を提示し、お金を振り込ませます。この QR コード詐欺の特徴としては、誰でも簡単に QR コードを作成できるため、悪用されやすいです。巧妙な偽装には見分けがつきにくいです。本物の QR コードと見分けがつきにくいように、巧妙に偽装されていることがあります。多様な手口も横行しています。手口が常に変化するため、最新の情報を把握しておく必要があります。QR コード詐欺の見分け方について、QR コードの設置場所に注意しましょう。公共の場や信頼できる場所以外に設置されている QR コードは注意が必要です。URL は見えませんが、QR コードを読み取った後に表示される URL が正しいものか必ず確認しましょう。文言の確認も必要です。まだまだ周りの文言に不自然な点や誤字脱字があるので、しっかり確認しましょう。急かされる場合もあります。焦って行動させようとする場合は、一度冷静になりましょう。QR コード詐欺の対策としては、安易に QR コードを読み込まない。不安な場合は、読み込まないようにしましょう。また、正規のアプリを使用する。公式のアプリストアからアプリをダウンロードしましょう。OS やアプリを最新の状態に保つようにしましょう。最新の OS やアプリにはセキュリティ対策が施されています。そしてフィッシング詐欺に関する知識を身につけます。フィッシング詐欺の手口を知っておくことで被害を防ぐことができます。以上をまとめると、QR コードは便利なツールですが、悪用される可能性も高いです。不審な QR コードは絶対に読み込まないという意識を持ち、安全に QR コードを利用しましょう。